アントニオ・パニッツやアントニオ・ジェネージオ・マリア・パニッツィは、大英博物館図書館の司書、大英博物館、第六大館長。なお、英語読みして、アンソニー・パニッツとも呼ばれる。イタリアのモデナ公国に生まれ、若くして弁護士となった。しかし政治的にはリベラル派で、革命家に近く、同志が逮捕されて、裁判で反逆罪を宣告されたことから国外に逃亡し、 1823年にイギリスに亡命、1832年にイギリスに帰化した。この間、故郷のモデナでは不在裁判で死刑を宣告されている。1823年にロンドンにたどり着いたパニッツははじめ英語を話すことができず、イタリア語を教授したりルネサンスの歴史を講じたりしていたが、やがて英語も話せるようになって、ロンドン大学で教授職を得た。 しかし、当時のイギリスの制度では、講義を受講する学生の数で、教授の俸給が左右されたため、不人気なイタリア史を講ずるパニッツは困窮し、1831年に捨てを得て、大英博物館図書館に、史書補として就職した。パニッツは、大英博物館図書館の蔵書目録編成に着手し、目録の再編を推進した。 この業績が次第に認められて、パニッツィは1837年に官本部長、1856年には主任司書、大英博物館館長となった。彼は1866年まで館長を務め、1857年には現在まで大英博物館の中心的建造物となっている円形閲覧室を建設した。 退職後の1869年にはナイトに助任されている。パニッチは、目録の作成にあたり、当時急速に膨張していた図書館の増を利用者が容易に取り出すことができるようにした新しい目録規則の必要性を主張した。パニッチに至って図書館の目録は、著者名、出版社名、出版地、 出版年などの書誌情報を統一的な基準によって記述することが可能になり、図書館目録は蔵書の署名を万全と記録した蔵書リストから利用者が蔵書を検索するためのツールになることができた。彼の考案した規則は91箇条の目録規則 9T-1 カッタロギングルールズにまとめられ、20世紀半ばまで100年近くにわたって、 大英博物館図書館の目録法として使われた。また、九十一課長の目録規則は20世紀後半以降、世界の図書館目録で書式術の基礎となった国際標準書式術の起源となった。この功績からパニッチは近代目録法の祖と呼ばれている。ありがとうございます。